はい、こんにちは、森です。今回は青さのりを使った和風ボンゴレスパゲッティを作ります。青さのりとアサリは相性が良くてめちゃくちゃ癖になる味になります。今回はアサリの出汁を使ってソースを作ります。パスタにそのアサリの旨味が溶け込んだソースをしっかりと絡めてガツンとアサリの存在感を出していきたいと思います。そして今回パスタはマンチーニの 2.2 ミリのスパゲッティを使います。このパスタは三つ星レストランでも使われているパスタです。こちらですね。今回の茹で時間は表記の12分より2分早く10分間茹でていきます。2分早くお湯から上げて残りの2分はソースと絡めながら仕上げていきます。それでは早速作っていきます。今回使う食材がこちらです。詳しい分量は動画の概要欄に記載してあります。それでは食材を仕込んでいきます。まず砂抜きしたアサリをきれいに洗っていきます。アサリの表面はすごく汚れているのでここでしっかり洗うことでソースを美味しく作ることができます。きれいに洗ったアサリはリードペーパーで水気を取っておきます。青さのりを水で戻します。乾燥のものは水で戻すとだいたい3倍くらいの量になるので少なめで大丈夫です。そうしたらトッピングで使う万能ネギを小口切りにしていきます。ニンニクは皮を剥いて潰します。ニンニクの中心にあるニンニクの芽は焦げやすいので使いません。鷹の爪は種を取り出しておきます。辛いのが好きな方は種ごと使っても大丈夫です。そしたら水につけておいた青さのりを刻んでいきます。これで仕込みは完了です。それではソースを作っていきます。まずアサリの出汁を取ります。鍋にオリーブオイルと潰したニンニクを入れて中火で加熱してニンニクの香りを出していきます。ニンニクの香りがしてきたらアサリを入れてアサリが浸るくらいの水も入れて強火で加熱します。そしたら鍋に蓋をしてアサリが開くのを待ちます。今回は1分ほどで開きました。アサリが開いたらすぐに火を消します。アサリは加熱しすぎると硬くなってしまうので注意してください。アサリの身を取り出して出汁につけておきます。ここまで仕込んだらパスタを茹で始めます。今回もお湯には 1% の塩が入っています。塩を入れることでパスタに下味がついてソースと馴染みやすくなります。そしたらフライパンにオリーブオイルと潰したニンニクを入れて中火で加熱します。ニンニクの香りがしてきたらフォークを使ってニンニクを潰します。こうすることでオイルによりニンニクの風味を移すことができます。鷹の爪を加えてオイルに辛味をプラスします。そしたら先ほど作ったアサリの出汁を加えてソースを仕上げていきます。旨味をプラスするために出汁醤油を少しだけ加えます。アサリの出汁とオイルが馴染んだらアサリの身を加えます。これでソースは完成です。
パスタとソースを和えていきます。最初の1分間はパスタにソースをしっかりと吸わせます。そうしたらここで青さのりを加えます。青さのりも軽く加熱することで香りが強くなります。仕上げにエクストラバージンオリーブオイルを少しだけ加えてなじませたら完成です。はい、これで完成です。それでは盛り付けていきます。いただきます。めちゃくちゃうまい。アサリの旨味がすごいです。青さのりがめちゃくちゃいい仕事してます。アサリとの相性が抜群ですね。あと今回使ったこの 2.2 ミリの太麺のスパゲッティがめちゃくちゃ合います。アサリの出汁をこれでもかってぐらい吸ってくれてますね。これはマジでうまいな。レモンティーは何でも合うな。今回のパスタはアサリと青さのりを使っているので少しコストはかかるんですけど、本当に美味しいパスタを食べたい方はぜひ作ってほしいです。パスタは太麺を使って表記の茹で時間より2分早めに揚げて、残りの2分はアサリの出汁をしっかり吸わせると本当に美味しいです。それじゃあとはゆっくり食べていきます。ご視聴ありがとうございました。